なんかその、なんか、僕にないもの全部持ってるっていうか、権威性それこそ、ウェファマスターでみたいな。英語できても、ね、イケメンでみたいな、やがましいわ。<laughs> そうだから、で、あれで政治力が高いってことでしょ。うんうん、だからそういう、政治力ジャパンみたいなことだからさ、田島さんのもとに、森谷さんがいて、七々美さんがいて、宮本さんいるみたいなさ、そうそうそう。ね、そういうなんかこう。 まあそ,ういうそういう国そういうサッカー協会になってくんだろうなみたいななんか公益財団法人ってそのなんかこう公益にこの公に利益があることを追求する一般社団法人みたいなことで公益財団法人なんだよで公益で言うとさこの日本のサッカーが発展するとかさスポーツが盛り上がるみたいなことになるじゃんで言うと公益社団法人じゃないなって思ってたんだけどね <laughs> 日本がいい作家して盛り上がる方とは全く逆の方の人事されてるからしっかりジュビロとか松本山雅でがっかりさせてる人としっかりガンバでがっかりさせてる人たちがであれだよね七海さんも常さんもそうだけどさそれこそやっとさんとか中村俊輔とかさあの辺うまく使えないでさそのなんかこうやりくりというかチーム作ってた人だからさなんかそういう。 こうテクニシャンレジェンドはテクニシャンレジェンド生かさないというかやっぱ感覚派の人たちはそうやっぱそういうふうになるのかなみたいな。日本の政治と同じで外敵と戦わず内戦ば内戦っていうかなんだろうね。だそのね、まあ、み,んみんなっていうかいろんな年の方が見てくださってると思うんですよ。あのなんだけどこれ,これなんかあの僕以上っていうかどうなんだろう、まあ、普通にまあ若い子っていう,うにもざっくりくくっちゃうけど。 今後ね、絶対経験するのが、これ、同じ日本人だけど国違うなって人と出会うんですよ。哲学全然違うっていうか。あの、多分このチャンネル見てる人って、僕と森保さんが国違うの分かるじゃないですか。っていう、そのそっち側の国の人の組織なんですよ。JFA ってそういう。なんか昔の、あの、三国志の時代でいう儒教みたいな。で、そういう、なんかこう、なんていうのかな、こう、霊とか。 ギリとかそういうなんかこう人として素晴らしいみたいなそういうのを尊ぶみたいなそういう人たちでそれは悪いことじゃないんだけどそれによってなんかこうあの本来の能力をあの査定されないというかそこで評価されて上行けないみたいなのがまあ嫌だったからそうそうとかが出てきてみたいなことになったんだけどであの逆側の国もあるんだよそういう実力主義で行きたいみたいな国。 で多分本田さんとかそういう天高校の曹操好きってことは絶対そう。曹操はもうあの実力あるやつが上に上がれないぐらいだったら儒教いらねえって言ってそっちと対立したしてみたあったから。でこれって昔の中国だからあったことじゃなくて今儒教とか言わないけどその考え方の流派みたいなのがあるんだよね。でこのまあ言っちゃいます。 政治家肌のその儒教側の人っていうのはめちゃくちゃ実力型を嫌うというかそっち側を入れたくないなんでかっていうと自分らのルールが全部壊れるからっていう。でこのじゃあそのまあ求見霊的なそっち側の早々型の人ってじゃあ,えじゃあそっち側もそうなんじゃないのって思うんだけどそっち側ってそういう人をポストごとにおいて利用しようとする。あこっちだから あのその人たちで固めたい人とそれぞれの得意分野あるよねって考え方の人で,でこれがそれぞれの得意分野あるよねって考え方の人たちの方が力持ってない団体だともうそういう風になっていくんですよ。なんでかっていうとそっちの人すごい怖がりなの。そういう人たちが入ってきた時にもうルールが変わるからしっかり殴り合いで勝たなきゃいけなくなって殴り合いとかしないっていうその,そのルールでやりたいから。から19は例えとしてこういうね。 何を重要視するかでだから、もう本当に森保さんといえばっていうので、礼儀正しいとか、いい人とか。だってね、ワールドカップの,あの公式の画像とかでお辞儀してるやつがもう出されるぐらい人だからね。うん、でそういう人って、こう、あれじゃん、この原点を削っていくじゃん、基本的に。原点削ってって、何もしないっていう原点が出てくんだけど。で、逆にこの、あのそういう人たちからすると逆に、その、 あの実力主義みたいにする人たちって、この加点をしていきたいっていう、もっと良くなる、もっと良くなるっていうから、その分限点も出てくるんだよね。現状を変えようとするから。だからこれ、別々の国でしょ、こんだけ話すと。ってなった時に、こっち側の国の人、こっち側の組織の人たちには、もう言えることってないんだよ、これは。これはなんか革命が起きたりとか、な,なんかが起きて、こっちの組織になったら違うんだけど、もう,もうこっちの組織だから、JFA っていうのは。 っていうのがもう最近の人事で出てるからで、こっち側の組織とかこっち側の考えの人は、このチャンネル来ないのよ。わ <laughs> かるでしょこっち側の組織とかこっちの考えの人って、このチャンネル大嫌いだから。そう、だって肩書きとかさ、お前元プロじゃないの何言うんだとかさ、そう。結果を突き詰めるために家庭なんですよって言っても結果が大事だみたいな話できないから、もうそれはなんでかっていうと、そういうルールでやりたいから。 ってなると、もうこっち側にできることは傍観して、あ、そうなってんのねっていうので楽しむしかないっていう。でもこれはね、あのー、そんな人ばっかりだって思うかもしれないけど、実際そういう人は多いというか、別にそれの生き方を否定するわけじゃなくて、そういう人たちと付き合っていかなきゃいけないよ。うん。で、その人たちっていうのは、あの、怖いからこそ力を持ちたがるしね。自分たちの椅子がなくなっちゃうから。そう,だからそういう人たち、 たちに対してどう取り入るのか新しい組織を作るのかとかそういうのはそれぞれの人生になるから、まあ、僕の場合はそれが無理なんでもう実力主義を突っ走ってって、まあ、そこに賛同してくれる人たちと一緒に力合わせてやっていきますけどね。っていうことをね真面目に話すと考えちゃうけどね。